花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、花尾由郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。花尾由郎の音楽魂、ですね、松下としみさんでございます。はい、こんにちは、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はすごいね。ね、すごいですね。すごいですよ、今日の、お客様がね。お客様、さすがですね。本当にね、実はその、まずご紹介しましょう。はい、山本教授さん、イエイ。はい、どうも、お久しぶりです。どうもどうも、しばらくです。いや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 、お元気でしょうか。元気ですよ。ねえ。ね、デビューはね、教授さん早いので、教授兄さんと呼ばせていただきました。でも実は学年がね、吉郎先輩が。何言ってんですか。ね、吉郎君が一学年上でね。山本教授さんですけどもね、出ましたね、今回。はい。ようやく、あれ昨日です、ね、昨日発売しましたね、これね。そうなんですよ、2020という、ね、2020、はい、新しいソロアルバム、ギターインスト作品なんですけどね。素晴らしいですよね、はい、もうね、これはやっぱりそのあれですかね、ちょっと深い意味がありましょうか。2020とね、名付けたからには、はい、昨今の出来事、はい、ちゃんと言うと去年の秋ぐらいから自分にね、起きたいろんなことを、はい、まあ、曲という形にしたんですけどね。なるほどね、はい、まずね、この中から、はい、もう出来たてほやほやそうですね、弾いてみましょうか。はい、タイトルは超勢いのあるスパイラルダイブ。
はい、素晴らしいですね。イエーイ、どうもありがとうございます。いや、これはもう勢いがすごいですね、はい、やっぱりね、はい。まあ、あの本当にロックナンバーっていう感じではね、まあ、2曲ぐらいなんですけど、割とちょっとあの、うん、ちょっと感情に訴えるようなそんな曲が割とね、はいはい、多いんですけどね。あの今ちょっとね喋ってる間にこの中からねあのいろいろ、かけていただいてますけどもですね、まあこのやっぱりいろんなこうちょっと意味が深いタイトルにもね、そうですよね、うん。まあ、例えばまあ一曲、僕は今回のねレコーディングで最初に取り掛かったのが A Billion Years って曲なんですけどね、はいはい、これね実はね去年の秋に、うん、あの釧路湿原という北海道のね北海道ツアーの時、その時、釧路湿原に、まあ、あのレッドウォリアーズの小川清志君ってベースがいるんですけど、うん、彼がもうちょっと何年か前にねあっちに引っ越しをして、まあ、湿原のカヌーの旅みたいなそういうことをやってるんですね。それで何年ちょっと前フェイスブックでね、あの教授さん来たら絶対案内したいんでって言ってくれたんで、うん、で去年ついに実現してね、そしたらもう甘いもすごい大自然のねなんかもう規模のでかさとか、うん、もういろんなものにね、まあ、自然に話しかけられてきたような感じがあって、うん、でもすごいショックを受けてショックというかね、うん、もうだからまあそれはもう音楽として消化しとかなきゃいけないなというところからまあ始まったんですけどね、まあそんないろんなまあ出来事があって、うん、それはね多分皆さんにもね共通して感じてもらえるような、うん、音楽でいろいろ情景を、ね、思い浮かべてもらいたいとか、うん、感情的にも共感でき、うん、ねしてもらえそうな、うん、そんな曲が詰まってます。なるほどね。本当にもう先ほどもね話しましたけど、今回3回目になりましょうかね。あ、ここに ね、はいはい、来るのはね、そうです。でね、今まであのファンの方ね、お見えになって、うん、今日もねお見えになっててね、ねすごく暑い中ね聞いていただいてますけども、今まで中でね、まあ、キュウジさんの要するに了解得てね中にね来ていただいてたんだけども、ちょっと今ね今回こういうね、いろいろ制限が ねかかってますからね、ことでね、うん、なかなかちょっと自粛させてねいただいてるんでね、うん、本当に今日は申し訳ないです、ね、皆さんごめんなさい ね、まあ、去年もね僕の背中本当50センチの距離で後ろから引くところを見るというそういう経験をされた方たちが、ね、なんかこう本当にさっき話してたけどね、こう外とこう中の会話ができればいいですよ ねトークバックやるといいねって言ってたんだけどね、今日は本当にね申し訳ないなと思いますけどもね、お楽しみいただきたいと思います、ということで今日は山本教授さん登場ということでね、まあ、世界の山本教授さんでしょ。いやいや世界の山ちゃんですかそれ。いやいや教授かな。いや世界の山ちゃん。今もね電話入ってましたけどねちょっと取れなかったんだけど、あどっかスイスの方からスイスからもう国際電話入りますからね。いかがですか、やっぱりその、うん、世界中で、ね、うん、反響いろいろありますし、ああまあね、まあ私実際に80年代か、まあ、86年か3年半イギリスに住んでたりとか、うん、その後ね、うん、アメリカでもちょっと住んでたりとかしたこともあるおかげか、うん、例えばフェイスブック僕始めた時とか、はいはい、ほとんど外人でしたね。まだ日本ではほらフェイスブックってのはまだない時代だったから、だからもう一生懸命もう最初の頃は英語でしかやってないみたいな、うん、だからまあそんな下地があるからね、今もね海外の方たちといっぱいねつながっていられるのはなんか幸せですね。やっぱ音楽一個あるとね、それこそもうまあアジアの、まあ、中国だろう初めて行ったところでも、ギター一本とか持っていかなくても向こうにあるねなんかライブバーみたいなとこ行ってちょっとやらせてとか言ってやると、一気にねもう全然なんかいろんなね日本中国いろいろ言われてるけども、そんなこと関係ないし音楽で本当ピースな世界がね、できる、やっぱり音楽って素晴らしいなと思いますね。やっぱり何でしょうかね、まあ、キュウさん の、 その人間性というかね、僕そんなにね昔からね、お話ね知ったこともなかったんですけど、この番組で初めてちゃんと話を、ね、マコトさんのね紹介でね、うん、あそう、マコト君そうそう、でもやっぱりね違いますよね、
あのやっぱり人間性というかね、広い深い、うん、やっぱね、会うたんびにね、俺はちっちゃいなと思うんだよね人間的にできてないなとか思って、またまた、さっきのね、その大自然の話したけど、その時やっぱり俺はなんてちっちゃいんだって、その大自然の前でね、まあ、人間っていうのも、あと俺こんなね、まあ、ちっちゃな人間がこうやって音楽をやることが果たして どんな意味がこの自然の中で、地球の中であるんだろう、そんなことまで考えてしまってね、一瞬悩みました。でもそれぐらいなんか衝撃を受けたんだけど、でもやっぱりまたライブを始めて、ね、それぞれ一人一人の笑顔とか見ると、ああやっててよかったってね、ことになるんですけどね、まあ、いろんなバージョンでね、あの、もちろんハードロックもそうですけども、あのパターン的にね、いろいろやられてるじゃないですか。そうね、そこら辺がの幅がね、すごいなと思った。だからまあ、もともと本当、まあ好奇心もね、とても旺盛だったし、まあハードロッカー、まあバウアウというね、ハードロックバンドでデビューしたから、つい皆さんそういうイメージを強く持ってらして、まあそれはしょうがないし、まあハードロックも大好きですからね、でも僕は本当もうちっちゃい時から、まあそれこそあの昭和歌謡からね、グループサンズとか、当たり前のように流れてたでしょ、小学校の時とかね、で歌ってたし、だからでハードロックの、例えばディープパープルの、まあ、リッチーでもジョン・ローでもバロック音楽に興味を持って、そういうエッセンスがあって言うと、実際にバロック音楽、バッハとか、あとオルガン音楽だとかを聴いてみたりとか、誰々がジャズ、コルトレーン、あ、まあサンタナの時かな、ね、そういうと、じゃあコルトレーンってなんだろうって聞いてみたいとか、とにかくもう、そうやってもう本当好奇心の塊でしたからね。で、あの頃は、本当にいろんなとこからいろんな音楽が入ってきたでしょ、まあロックフォーク喫茶もあれば、ラジオだってテレビだって音楽いっぱい溢れてたしね、だからね、その辺はもう自由にいろんなもの聴けたし、だからその辺の感覚が今の自分も作ってくれてんじゃないかな、なんてきっとね、吉野くんもそうですよね、吉野くん、教授くん、はい、さっき呼び方を決めたんです、呼び方決めるってなんか、最初は花尾さんとか呼んでたんで、なんて呼ぶのが一番いいかな、いやいや一学年しか違わないなら、ね、教授君、吉野君で、あの、ね、よろしくお願いします。いやでもね、そうですね、なんかいろんな、僕の場合やっぱりあの九州ね、福岡で生まれて、やっぱり東京に憧れたりなんかしてね、そういうこともありましたけども、ただあのやっぱりこう、あのいろんな経験がね、あの自分なりの経験しか、まあ、結局ないんだけども、それがやっぱり役に立ったりとか、あの今やっとその喜びを感じたりとかね、こんだけ生きてきたらもうすごいいろんな経験してるよね濃い人60何年そう、もう気がついたらあっという間に60だって今5でしょ、それ後期高齢者のあの銭湯好きであれが来たのよ、後期じゃないでしょ、後期じゃないけど、ま、そうそうそう、あの要するにね、ね、料金が安くなる、そうそう、お風呂が無料だったり、それシルバーエイジうわもうね、どうしようかと思って、そういうのを見るとって、まあね、まあこれが現実かと思うけど、こうやってね、例えば2人とか、まあ、3人で話しても、誰もそんな年だとか、ね、感じないもんね、自分たちはね、そうそう、感じないですよね、はい、はい、今これなんか余計なことを女性に言ってしまったかなと思う、前もそうか前回も僕たちは、まあ、僕たちは、まあね、でも同じ年代ですから、そうですね、それはあの、ね、なんかこうだからそんな、なんていうか前から知ってるような感じです、だってもう私たちはずっと聞いてたし、大学生の頃からすごかったのよ、あ本当にちょうど、だからそういう人と、何十年かぶりにこうやってね、このキッチン近距離で話ができるなんてね、思ってもなかったので、もう本当にあの感謝です。カナオさん感謝でしょ。いやいやいや。この番組があったから。でも本当にね、あのこういう出会いがね、素晴らしいと思いますね。で今回のこのアルバムはね、あのの中からもう一曲ね、聴いてみますか。はい。じゃあ。タイトルは、ね、それではちょっとね、僕にとってはまたこれも初の、 あの試みだったんですけどもね、
あの沖縄 の、 あの琉球戦法とかあの門会を作った曲があって、まあ、それもね普通は三振で弾いてるんだったら分かるけど、はいはい、まあエレキギターいつもの僕の音でやってるところをちょっと聞いてほしいんですけど、では、バーミリオンキングダムという曲を聞いてください。Mm-hmm.
い、素晴らしいですね。ありがとうございます。メンソーレ、ね、本当にこう大地にのこう偉大さっていうかね、うん、素晴らしいよね。いかがでしたでしょうか。あの山本恭嗣さんのですね新しいアルバムから今日はご紹介しております、うん、どうですかやっぱり反響とかっていうのは。あ、もうね、もうあのちょっと先行発売とかしてたので、はいはい、もう皆さんすごくもうね気に入ってくださって、うん、なんかあの涙出ましたって話をよく聞きます。で今ちょうどこの沖縄っぽい話をね、うん、してたら、まあ後ろにねなんかちょっとテレビがあるんですけど、はいはいはい、ブームの人が三振を持って登場して、なんというタイミング。タイミングが本当にですね、偶然の ね、 ね、 ね、当たりますね。ね、いや、それ今日お便りご紹介しましょうか。はい、はい、今ね新婦のお話が出たんですけど、はい、ラジオネームがスージーザンス。16歳の方、ほうほう、16歳ですよ、16歳。はい、メッセージ、加納さん、松下さん、スタッフの皆さん、はい、いつも素敵な放送ありがとうございます。 ありがとうございます。さて本日2020年、うん、8月14日に山本恭嗣さんがゲスト出演されるとのことで、はい、加納さんと高橋さんと松下さんと、うん、恭嗣さんによる前回のセッションの熱さが忘れられません。うんうんうん、ああなるほど ね、 ね、やったよね、前回、まあ、いたんだね。そうです。ぜひともまた素敵な音とハートの重なり合いを聞かせてください。はい、また先日恭嗣さんのニューアルバム2020を先行発売で入手しました。あ、ありがとう。一曲一曲すべてがドラマチックで大曲、聞くたびに心を、揺さぶられております。ずっと目を閉じて聞いているといろいろな情景が浮かびます。うん、地球の果てを旅しているかのように、う、宇宙を漂っているような気持ちにさえなります。うん、2曲目のブルームーンは特に心に染みました。涼やかな木陰でゆっくりと、または薄明かりや夜明けの頃だったり、夕暮れ時や夜空の下でじっくり聴いていたいアルバムです。うーん、嬉しいですね。昨日は、ペルセウス座流星群の連日の観測にもとっても合います。この曲が、おお、流れてきました。流れ星は、まだ数日の間見られそうなので観測のお供にします。これからもこの番組と皆様のご活躍をずっと楽しみにしています。ずっと皆様お元気で放送を続けてくださいね。はい、ありがとうございます。ではですね、かっこ川崎市歌歌えますよって書いてます。川崎市の歌が、じゃあ川崎市の方ですかね。ありがとうございます。16歳ですって。ねえ、すごい大人な印象だね。ね、もう一個ね、あの可愛いハガキいただいたんです。ひまわりがついた。ひまわりが。ひまわりに今日の天気を、もらいける、うん、流しが書いてありますね。俳句、うんうん、藤原美智子さん、ありがとうございました。残暑見舞い申し上げます。人気者の皆さんですが、新コロナにだけは嫌われてください。新コロナにも私は嫌われています。、うん、あ、そうですね、京都の方です。嫌われてますね。ありがとうございます。京都の京子さん、京都の京子さん、あ、京都の京子さんが京ちゃん、そうだそうだ、京ちゃん、すごい京が三密じゃない。前もね、いただきましたね。いただきましたね、ほらね、うん、素晴らしい、いつも綺麗なね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。まだね、うん、メッセージが2通ほどあるんですけど、はいはいはい、ちょっとメッセンジャーできたのを、うん、紹介していいですか。うん、はい、これはですね、ちょっとお待ちくださいね。つとむ高橋、これはフロム、アトランタから。アトランタからね。はい、残暑、皆様残暑申し上げます。はい、35度を超え猛暑のようですね。アトランタは夕方の雷雨で一気に涼しくなり、うん、今美味しくビールを飲んでおります。うん、今日のゲスト、延々のギターヒーロー山本恭嗣先生。先生、私の山本恭嗣さんの出会いは1978年のキッスの武道館公演です。前年のキスやエロスミスのオープニングアクトで武勇伝を雑誌で読んではいましたが、うん、レコードを買って予習するほどの資金力もない高校生にとっては、うん、ほぼ無防備な状態で迎えた初遭遇。うん、1曲目の、ジェットジャイブのかっこよさで出会い頭にノックアウトされました。
そしてあの大音量、私の記憶ではキスを上回っておりましたそれからバウアウをテレビ雑誌で追いかけるギターキッズでありました。最近思い出したのですが、クイーンのブライアン・メイの技術書、うん、ブライアン・メイ奏法は山本教授さんの監修でしたね。そうでしたね。だらだらと書いてしまいましたが、とにかく、ウェルカムバックトゥ音楽魂、今日も驚かせてくださいアトランタ高橋ありがとうね。いやそうかも、世界中で聞けるんだもんね、見れたりね。すごいですね、大山空手の師範なんですけど。うわだけど興奮してね、なんか電車に電話がかかってきて、今日来る時にね、教授さんなんですごい興奮してて、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんと読みましたよ、伝えましたよ、うん、はい、ね、ということで、うん、はい、長々なりますがどうしますかね。結構あるね。あります。ミキさん、博多のミキさん、うん、これは忘れてはいけない、うん、皆さんこんにちは。こっちは京都、明日と予想最高気温が36度、うん、ちょっと危険なくらいの、天気で、お墓参りが終わって無事に聞けてることを祈るのみです、うん、すごい、ちょっと待ってください。今日は3度目でしたっけ。小学校卒業したばかりのおいらに、はい、キスよりも早くハードロックの大音量の洗礼を浴びせてくださった山本教授さん、うん、お帰りなさい、待ってました、はい、前回ついに川崎 FM で、FM でゴーンチョーキングも聞かせて、やりましたけど、やりましたね、ありましたね、感激でした。今日はまたどんな音が聞かせてもらえるかも含めて本当に楽しみです。今日もあえてリクエストしません。カナオさんとどんな音の重なり方をするのかも含めて楽しみにしています。そういえばね、そうやっていただきます、ね、やっぱりキスとか、はい、のライブで初めてバウアー見られた人って本当に多いんですよ。それで、うん、よし、初めて自分が聞く見る、要はロックというのが、はい、キスと思って皆さん行くわけですよ、はい、まあそういう人たち多くてね、はい、それこそキスだから小学校中学生までファンがいたんで、そして行ったらバウアーが先にやっちゃったもんだから、うん、小鳥の擦り込みじゃないけど最初に見たのを、あ、これがロックなのだと思って、ね、で、なんかそんな感じで刷り込まれちゃった人が結構いて、いやいや、そんだけやっぱかっこよかったですね。やっぱりそのインパクトがね、そう強かったんだろうね。そりゃそうですよ、日本人でそういうことをね、うんうん、やってるっていうのがまずまたびっくりしたんじゃないですか、ね、まだそれほどね、いない時期ですね、ね、だって、うん、そうね、みんな興奮してますね。ありがとうございます。本当にね、本当たくさん頼りね。加納さん、今夜のバンド編成のライブも、うん、とにかくお客さんに伝わるように楽しんでください。今日ライブなんだ ね、うん、赤坂フラットカンティーナ、教授さんには今月30日に、うん、これ西神ですか、何ですか、ね、西神、あ、西神行くんでしょ。で、お会いできるのが楽しみです。あ、本当にジャムルトという、はい、ぜひね、博多の方ね、よろしく頼んどくよ、はい、頼んどくばい。ジャムルトって書いてますね。あ、元のジャジャっていうところですね。あ、ジャジャ懐かしい。あ、昔、そこみたいですよ、うん、昔はジャジャで、今はジャジャ、ね、本当に綺麗な、ジャムルト、はい、これいつですか。30日です。8月30日で、その前日はね、うん、大分のブリックブロックってところで、あ、そうですか、2日間ちょっと九州行ってきます。なるほど、違いますね、ミキさんね、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、ということでね、今日教授さんね、ね、アップ持ってきていただいてるんですけども、ね、はい、生で今ね、ね、これ8月のこのまたちっちゃい10ワットぐらいの、またね、これが渋いですよね。ねえ、ヤマハですねこれに iPhone つないで、じゃあちょっとニューアルバムから1曲、はい、ねえ、本当だったらきちっと音を取って、ね、流してあげるといいかもしれないけど、このちっちゃいアンプ、あ、マイク1個で拾うところがこの番組の良さで、うん、手作りでは、ね、新しいアルバム2020の1曲目のアドベンチャラっていう曲を生でこのシステムで演奏してみたいと思います。聴いてください、はい、
外のお客さんも大喜びですよね。すごいファンサービスすごい。せっかくね、こうやってね、ね、嬉しかったでしょう。いかがでしたか、ね、外のお客さんすごい。大喜び、大喜び。よかった。乗り乗りですけどですね。ねかっこいい ね。素晴らしいですよね。あの、生演奏をね、していただきました山本恭司さんですけどもですね、はい、アドベンチャー2020。はい、ね、そうですね。1曲目ですね。はい。これはあれですか、どちらで、山本恭司さんの、自分家です。いや、あ、じゃあ来てください。何が何が、ファンの方がお買い求めになる。ああ、もう。ね、今、まあ、ネットでパッと検索してもらえればもういろんなレコードショップでもですし、あとは僕のホームページでもウェブショップがあるので、僕のところで今買ってもらえればちょっと白いフェニックスキーホルダーが、あの、ほう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 、あ、そういうのあるんですね。はい、ありますね。素晴らしいですね、はい。ということでね、お便りいかがですか。もう、あ、お便りはね、もう全部、あ、行きました、読ませていただきます。あ、そうですか、はい。そういうことですね。いやでもなんか、ね、うん、全部の曲がすごいドラマチック、うん、はい、ありがとうございます、ね。うん、さっきのね、あの7曲目、はい、沖縄、うん、あれって、まあ、首里城ね、焼けちゃって書くのは悲しいけど、うん、なんか再建しそうな気がする、ね、あれを聞くとね、その気持ちも、うん、あれタイトルがね、バーミリオンキングダムっていうのは首里城の王国という ね、 ね、あれなので、やっぱりね、僕も本当沖縄好きで、ね、で、もう本当このところしょっちゅうね、呼んでもらって、うん、ライブもできてて、それだけにね、あれはね、ね、ああいう自分のね、ところの地元のシンボルが、ね、うん、消えてしまうっていうのは本当につらいことだから、でも絶対もう ね、 絶対ね、立ち直るし、あれ、まあ、その沖縄の人たちの首里城再建、そして沖縄の人たちの心も立ち直るというの、今の状況だったら、もう日本人すべてに当たる、ね、これはね、うん、この状況から立ち直っていかなきゃいけないし、うんうんうん、ね、まあでもそれと同時に今こうやって日本人というか人間たちは今あるね、この問題で大騒ぎしてるけども、うん、自然というのはそんなこと関係なしに、うん、今日もね、あのうちのベランダで、クロアゲハの幼虫が脱皮しましたけど、もう全然そんなことは関係ないし、自然はそのまま淡々と進んでいく。だからそれはちょっとあのブレイクのところの自然の音とか、ね、そういうところでも表現したりしてるんですけどね、まあ大自然の中の我々じゃないですか。そうですね、だからね、そういったところとか謙虚さっていうのは絶対忘れちゃいけないなっていうのは思いますね、うん。そう、もう首里城の前でこう弾いてもらいたい。まあそうだね、そんな、うん、再建した日、ね、暁には奉納演奏とか、なんかそんな感じでね、そうそうそう、できたら、今後のその活動はどういう感じになりましょうかね。ですね、はい、まあ、僕は基本的に一人で弾き語り弾きまくり、ギター3枚といって ね、前半コースティック、後半エレキでやるんですけど、まあそれが中心になるんですけど、まあ来月だったら、まあこっちの方だったらニコタマで、V バウ時代の、まあ、名優のキーボーディストのアスミレイとデュオで、はい、まあ、V バウ、ね、バウバウ時代の曲とか、はいはい、ピンクフロイド、キングクリムゾンといったちょっとね、うん、あのプログレっぽい、ああいうのを、まあ、ニコタマとあと名古屋と、富士、静岡県の、ね、でやったりとか、はいはい、まあいろいろ何ていうかな、ジャンルとかにとらわれず、はいはい、こんな活動これからもね、挑戦もしていきたいし、うん、やっていきたいと思います、はい、ということでね、本当にますますお元気、もう若々しいよね、若々しいですよ、年齢関係ないですよ、やっぱりそういう年齢みたいな、もう結婚、いやでも全然変わらないですよね。ね、また音楽やってるとね、ミュージシャンとしてね、仲間もきっとそうでしょ、うん、そう、ね、やっぱりこういうことで、その、あの、自分たちしかできないというか、あの、あれだけども、それぞれの、まあ、その個性的な、ね、うん、ものを持ってるわけじゃないですか、うん、まあ、生まれ持って、そりゃそうね、うん、でそういうことがその少しでも喜んでいただけるっていうのはすごく
自分にとって生きる張りになりますよね。本当だよね。だからきっとまあね、それぞれが生まれ持ってって言ったけど、絶対何か他の人にも真似できないものがあって、それはたまたままあね、僕にしてもね、この今ここにいる3人は見つかってるじゃない。そしてそれをちょっとね、あの人の前でもいろいろ披露して、それは本当ラッキーなことでね、ありがたいことでね、これ大事にしていかなきゃいけないなと思います。うん、ということでね、今日山本清さん、あのじゃあ生演奏なんか行ってみますか。あ、一緒に生歌、生演奏、うん、なんかやりましょうか。やりましょうか。どうしようか、ね、あれやってみます。ちょっと話にちょこっと出てあれ俺一気にプレッシャーが、コーラスが苦手だねみたいなそれリードシンガーでもね、リードシンガーって大抵ねコーラスが苦手なんですよね。わかんないけど予習してから始まる今日ほらお盆だし ね、終戦の8月だしね、8月15日、明日が明日ですね。ということで僕ね、この間もね、静岡ツアーっていうのをやりまして、その時あのサーベルタイガーの下山くんとシンガーですね、はい、2人で回ったんですけどね、うん、その時にね、まあそれもリハでたまたま生まれてきたんだけど、うん、ちょっと反戦歌というか、うん、それの三部作っていうのを2人で歌い合って、なんかものすごい世界ができたんですけどね、まあ今日もまたその時に歌ったのとはちょっと違う曲なんですけど、うん、まあこのね、僕らの世代だったらまず聴いたこともあるしという曲を一緒にね、この3人でコーラスとかも取りながらできたらいいなと思ってやりましょうか、ね、でこの曲はあれですよね、まあ、僕らだけじゃなくて最近ちょっと話題になりましたね、アンさんという、はい、また話題になった人が、うん、まあね、話題に なる曲を歌うというやつで、うん、これはもともと香川亮さんという、はいはいはい、はい、ね、フォークシンガーの方が、ね、はいはい、歌われてたんですけど、教訓その1という曲がありまして、うん、なるほど ね、それも、うん、やっぱり反戦の歌です、これは、うんうん、でじゃあちょっとやってみましょうか。やってますかね、アコギじゃなくてエレキですけど、命は一つ、人生は一回、だから命を捨てないようにね、慌てるとついふらふらと、お国のためなのと言われるとね、青くなって尻を見なさい、逃げなさい、隠れなさい、お国は俺たち死んだとてずっと後まで残りますよね、失礼しましたで終わるだけ、命の世話はありませんよ、2番までしてきました。ごめんなさい、ごめんなさい、どこ行ってるか分かんなくなっちゃった今日戻そういや今全然練習したのにね、これはね、うん、違うところだった、嫌な気持ちだった、まあ、私は気持ちよかった、まあでもこういう感じになっちゃうね、でもこの歌本当にいい歌なの、ね、初めて聞いたの、ね、いやでもアンさんの歌で、こういうの京司君が歌ってるっていうのが あんまり新鮮ですもん、ね、でもさっき言ったように僕本当にいろんな音楽が好きで、ね、70年代フォークとかも大好きだった、意外ですね、うん、だからライブでね、たまにその時代の歌を歌ったりもしますよね、なんかね洋楽のイメージが強いからね、日本語の歌が、もちろん洋楽も大好きですけど ね、なんか一緒になんか前もちょっとやったかもしれないけど、キー
デーなんですけど、はい、デーそれが分かる。しました、ね、ありがとうございます。いえいえいえ、ね、楽しかった。いやあっという間ですね。ね、あっという間の時間ですけど、もう少し時間ありますね。ね、どうしますか。いかがですか。なんか最後しなんかって急に言われてもね、なんかじゃないよみたいな。なんかね。なんかもうじゃあギター弾きながらなんか
のゲストはですね、山本恭司さんでしたけどもね、松下さんどうですか。いやもう感動しましたね、うん、鳥肌もんでした。そうですよね、こんな間近で、ね、外の皆様暑い中今日はありがとうございました。ね、本当にありがとうね、暑い中ね、ね、本当は入れてあげたかった ね次回は ね次回はもうぜひそうなってることそういうことができるようにね、なりたいですよ ね、そうですね、もう3回ともそうでしたよね、あの恭司さんの後ろに、あ、ね、2回目かね、すごい2回目が本当にネック越しに顔がもう見えるような感じで真後ろ、ね、この辺にいたの真後ろにね、そうまあね、早くそういう早く、ね、経験させてもらってます、ね、本当にそうです ね、告知とかはないですか。一応あれですね、先ほどちょっと聞きました。あ、そうですね、これはそんな感じ。まああと横浜で今月23日、はい、ね、パラダイスカフェで、あ、パラダイスカフェ、うん、あ、じゃあ配信するんじゃないですかね、はいはいはい、配信、いや、あのちょっとまあ話はあったんだけど、ちょっとライブだけさせてと、あ、やっぱりね言ったんですけど、今月の23日ですかね、あの、まあ、当然ね、はい、客席も半分という感じの入場制限があって、うん、だから1日なんと2回公演っていうのを、ね、めったにやらない、なんかジャニーズみたいですけど ね、あ、そうかそうか、でも面白いというか、まあ、1日2回公演なんでね、はい、まあ、1時間ちょっとか1時間半ぐらいやってって言われたんですけど、うん、いやそんなんじゃ僕足りないですからと、うん、最低2時間はやりますからと言って、まあ、伸ばして時間も、ね、早いのと遅いにしてもらって、うんうん、またね、ちゃんと2回公演でもたっぷり、そう、最高に満足いくものをやりますからね、うん、いや楽しみですね、これ、ね、8月23日、ね、日曜日ですね、日曜日、うん、だから昼間から使えるという、はい、ね、皆さんお越しいただきたいと思います、はい、あっという間のね、あの1時間でしたけども、ね、本当に楽しいね時間をありがとうございました。こちらこそ、ね、あのね、素敵な演奏ありがとうございました。またよかったら、うん、ね、あのコーラス練習しておきますか。そうよ、じゃあ前もって今度はコーラスちょっとバッチリやりましょうか。突然本番前にこういうのやったらなんて言って、じゃあハモって3世でハモってなんて割り振ったりとかして、ね、もう2世もできてなかったせっかくやったのにねみたいな、ね、いやもう本当にね、あの、あっという間の1時間でしたけども、本当ですよ ね、あの楽しい時間ありがとうございました、ね、こそ、皆さん持ってらっしゃるの ね、本日のゲスト山本恭司さんです。あ、表の方ももう先行発売で手に、ありがたいです、ね、うん、さあ今日のお相手は、はい、松下俊美、はい、加納芳郎でした、また来週お会いいたしましょう、See you next time。